はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は高校国語教科書を聞き流し、内田達郎さんの届く言葉っていうね、文章を読んでみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さあ、では早速やってみましょう。届く言葉ね。テーマ的にはね、説得力があるっていうのはどういうことか、ね、心に言葉が届くっていうのはどういう時なのかっていうことがね、書いてある文章です。小惑星糸川に行ったはやぶさのリチウム電池の製作に関わった T 君という研究者がいる。お正月に彼からはやぶさの話を伺った。彼が出たテレビ番組を撮った DVD があり、それを彼の解説付きで見た。両面を見ながら、画面を見ながら、彼がはやぶさというのはどういうプロジェクトで、どういう経緯であのような結果になったのかについて詳しく説明してくれた。僕は彼のはやぶさプロジェクトの説明のうまさに驚嘆した。10分間ぐらいでそこにいた全員が、はやぶさプロジェクトがどういうものであって、どこが卓越していて、どこに問題があったのかをほとんど理解できた。この説明能力の高さというのは、国民的な理解と支援が必要な巨大プロジェクトのメンバーならではのものだと思う。最先端の仕事というのは、身内の専門家だけが分かっていればいいというものではなく、多くの多文化の専門家に理解されることを求めている。なぜなら、イノベーティブな領域の知的活動は本質的に共同的なものだからだ。わずかな専門家だけが理解して、内輪での評価が確かなら、それで話が型がつくというようなことはありえない。多様な専門家たちが、それぞれの知識と技術を持ち寄って支援し合っていく。そういう形でしか、本当に創発的なプロジェクトは前に進まない。先端的であればあるほど共同作業は密になり、研究共同体の規模は大きくなる。そして大きくなるほど専門的なジャーゴン、不定では話が通じない人の数が増える。だから、どんどん説明が上手くなっていく。忍耐強く適切な言葉で分かりやすく語るようになる。話を聞きながら、はやぶさプロジェクトを僕も国民の一人として支援しなければという気分になった。それだけ説得力がある。ただお金がかかるから支援お願いしますというだけではなく、これが国民的に必須の事業だということを彼らが確信していなければ、説得力は持ち得ない。これは世のため人のための事業であり、単に日本一国の学術の進歩のためにとどまらず、人類のためになるということを確信できていなければ、ここまで説得力のある言葉は出てこない。自分の利益のために喋っている言葉には説得力がない。どんなに辻褄が合っていても、どんなにレトリックが見事でも、説得力はない。それは自分の分配比率を増やすための言葉は、査定するものを排他的に思考するからである。それ以外の人に届いても意味がない。試験の答案が採点者に向けて書かれるように、学会発表が編集委員や査読者に向けられて語られるように、自己利益を求めて語る人間の言葉は、閉じられた集団内で資源を分配する権力を持っている人間にだけ向けられる。そして査定基準ができるだけ安定的であることを願うなら、査定者はできるだけ少ない方がいい。理想的には一人がいい。原理的にそうならざるを得ない。パイの分配について安分の権利を持っている人間だけに用があり、後の人には用がない。僕はそれを内向きの言葉と言っている。それはどうしても知性の本質とは相入れないような気がする。それとは逆に、外に向かう言葉には、その適否や品質について数値的な評点を加える査定者がいない。なぜならそれは採点者の前に提出された答案ではなく、できるだけ多くの人間に届けたいメッセージだからだ。ここで求めているのは精度の高い評価を得ることではなく、できるだけ多くの人に受信され、理解されることだからである。僕は言葉はそのような条件においてしか生成的になることはないだろうと思う。条理を尽くして語る言葉。
受信者の裾にすがりついて、お願いだから俺の話を聞いてくれという懇声の言葉だけが外に向かうことができる。僕はそう思う。言葉が届くとはどういうことか。習字的に美しいとか論理的であるとか、コンテンツが政治的に正しいとかいうようなレベルとは無関係に、届く言葉と届かない言葉がある。どれほど非論理的であっても、聞き取りにくくても、知らない言葉がたくさん出てきても、届く言葉は届く。どの言葉も語源語義明瞭で、文法的にも正しく綴られていて、美しい韻律に乗せて語られても、届かない言葉は届かない。どこが違うか。違いは一つだけだ。届く言葉には発信者の届かせたいという切迫がある。できるだけ多くの人に、できるだけ正確に、自分が言いたいこのことを伝えたい。その必死さが言葉を駆動し、思いがけない射程まで言葉を届かせるのである。自分の利益を考えずに、こういうことを届けたいんだ、みんなに分かってほしいんだという、ね、切迫があれば、心に届くんだということなんですよね。内田達、届く言葉。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。で、今日はここまでにしましょう。